これで終わりのはずがない。この俺に刃を向けておきながら、この程度で終わっていいはずがない。そうだろう。なあ、今ならわかるだろう。お前がどうすればいいのかわかるよな。どうなんだ相馬、どうなんじゃ。やれやれ、強情なやつめ。もう一度だけ機会をやろう。いいか、そう。明日の棺を、俺は再びお前の前に現れる。その時こそ。本当、良かったですね。命に別状がなくて。あの、
ひょっとしたらですけど、昼間来たあの怖い人に何か関係あるんでしょうか。あ、そうだよ。誰なんでしょう。相馬の生き別れの兄だ。生き別れの兄。私も父から聞いた話だが、彼は耐えた、耐え続けた。しかしこれ以上は弟が危ないと思った時、彼は実の父親を。あいつには人殺しの兄貴は必要ないんです。だから縁を切ります。もう二度と相馬には会いません。弟をよろしくお願いします。そして彼は姿を消した。実の親に、まるで生き地獄だ。ああ。ねえ、なんでなんで？なんでやっつけないにゃの？ねえ。なんて願いました。ねえってば。ねえ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 。僕のお前さんの愛しみちゃん、すべてのスリーリーのすべて。まあ、私もとっとと始末した方がいいと思うけど。俺もそう思うぜ、姉貴。なあ、姫ちゃん、日の見事ちょっとデートしてきていいだろう。腕とか折らないからさ。ごめん、嘘。すべては翼様のお決めになることよ。そう、翼様が。ねえねえ、どうして、どうしてなの。ボーイズラブ。そうか。生きてる。思い出したよ、和樹兄さん。幼い頃の遠い記憶、俺を何度も殴りに来た怖い影、怯えて泣いている俺をいつもかばって慰めてくれてた、あれは翼兄さんだったんだ。翼くんは全ての決着をつけるつもりだ。お前はどうする。俺はわからない。どうすれば。兄さん、姫子、入っていい？具合はどう？どこか痛くない？もし無理そうなら、土曜の雨の村雲復活の儀式、先生にお願いして。ワンピース。え？ちかねちゃんのワンピース、大事にしてたんでしょう。なのに。いいのよ、そんなこと。せっかく、ちかねちゃんにいっぱい手伝ってもらって、綺麗にしてもらったのに。いいのよ。楽しかったのに。ちかねちゃんが応援してくれたから。なのに。姫子が無事なら私はいいの。ちかねちゃん、ちかねちゃん、ごめんなさい、ちかねちゃん。姫子、you
翼兄さん、俺はどうすれば。私は心のどこかでこうなることを望んでいた。私の胸に飛び込んできてくれることを。姫子があんなに悲しんで泣いているのに、私は心のどこかでほっとしていた。ねえ姫子、私あなたの何なんだろうね。同級生、同居人、友達、月の巫女、それとも姫子。私ね。お嬢様、お客様が。お客様。ごめんなさい。この屋敷はお父様以外は男子禁制なので。何の御用かしら。姫、クルス川に会わせてくれ。明日にしてくれないかしら。彼女とても疲れてるの。分かってる。でも頼む、通してくれ。明日じゃ意味がないんだ。出ないと。出ないと何？守れないとでも言うの？誰のせいでクルスガーさんがあんな目に遭ったと思っているの？分かってる。あなた言ったわよね、必ず守ると。八つ咲きにされても心が砕けても守るんでしょ。まさかその覚悟もないのに軽々しく口にしたというの？分かってる。万が一なんて、もしもなんて許されない。私は絶対に許さない。私なら、私だったら。君だったらなんだ。君に何ができるんだ。だったら雨の村雲を早く蘇らせたらどうなんだ。すまない、君たちを責めるつもりはなかった。君が怒るのは当然だ。本当にどうかしていた。すまない。いいえ、言い過ぎたのは私の方だから。もう帰るよ。おやすみ。クルス川によろしく。私には何を言う資格もない。雨の村雲。気持ちいい夜だな、相馬。そうだね、翼兄さん。思い出したようだな。嬉しいよ。俺も嬉しいよ。で、少しは気が変わったか。わからない。でも俺は戦わないわけにはいかないんだ。そうか。随分違うじゃないか。何があった？そうか、オロチの力に身を任せたか。いいぞ。実にいいじゃないか。それこそがお前の本当の姿なんだ。もっと力を解放しろ。どんどん俺と同じになるがいい。来い、ソーマ、もっと来い。
大丈夫姫子、無理をしてはダメよ。何姫子、連れてって狼くんのところに。あらん、まだ足らんぞ。何をしているソーマ。お願い、チカネちゃん。無茶よ、危なすぎるわ。近寄ったりしたらどうなるか。分かってる、怖いよ、すごく怖い。でもね、行かなきゃ。私行かなきゃいけないの。私にできること、しなきゃいけないことをしたいの。ちかねちゃんと約束したもの。姫子、お願い、ちかねちゃん、お願い。分かったわ、一緒に行きましょう。感じる、お前を感じるぞ、ソーマ。お前にも分かるだろう、お前はオロチだ。やはり俺の弟だ。なぜだ、翼兄さん。どうしてオロチだからって人の世を壊さなきゃいけないんだ。俺と翼兄さんが戦う理由なんかないはずだ。二人で戦おうよ、この世界のために。俺だってできてるんだ、翼兄さんにできないはずがない。そうだろ。大丈夫姫子。平気、だってチカネちゃんと一緒だから。はっ。世界のためにか。俺には守る理由はない、何一つない。そうま、お前は路地裏で残飯を食ったことがあるか。仲間と信じていた相手に背中から撃たれたことがあるか。殺したいほど憎い相手に這いつくばって命乞いをしたことがあるか。あるわけがないよな、ソーマ。お前はそれでいいんだ。お前は日の当たる道を、明るく温かい人生を歩んでほしい。だから俺はお前の元を去った。だがな、俺は今心底後悔している。こんなことになるならお前の手を取って共に闇の世界に落ちていくべきだった。お前に見せてやればよかった、この世が地獄である確かな証を。血のつながった家族、俺とお前が傷つけ合うこの世界が地獄でなくて何だというんだ。俺はな、ソーマ、俺とお前がオロチだと知った時、心の底から嬉しかったよ。一度はこの手で金繰り捨てたお前との絆を取り戻せる、再び兄弟になれる日が来たと。なのにお前は染まれ、ソーマ、オロチ、俺の色に染まれ。それが本当のお前だ、俺の弟だ。生まれ変われ、ソーマ。狼くん。お前か、そうか、お前が。ソーマを狂わせたのは日の巫女、お前か。させられない、させられない、それだけは。ソーマ兄さん、俺の命を救ってくれた翼兄さん。俺はたかだか16年しか生きていない、何も知らない子供だ。翼兄さんの見た地獄の深さも、
人の世が本当に守るべき価値のあるものなのかもわかるはずがない。でもね、翼兄さん、俺には好きな子がいるんだ。いつも苦しんで泣いているんだ。だから俺が守ってあげたいんだ。俺が笑顔にしてあげたいんだ。幸せをあげたいんだよ。だから世界は地獄なんかじゃない。地獄になんかさせはしない。いいだろう。お前の決意がへし折れ、闘志が砕け散るまで叩きのめしてやる。ちかねちゃん、私どうしたらいいのかな。